こんにちは、平井弘明です。今回パターやっていきます。本グリーンをですね、ロイヤルメドウゴルフクラブさんの方にお借りしまして撮っていきたいと思います。平井弘明のバンナップゴルフ。前回あの家取りでですね、ピン型パターとマレット型パターやのこうボールの位置が変わりますよっていうことをお伝えさせていただいたんですけども、実際それをやっていきたいと思います。で、まず最初にピン型の方やります。ピン型は なんとなく芯が若干上めなんです、ね、こう真ん中があってちょっと上の方に芯があるんでマット型はこ,う下なんですよでこれピン型なんでちょっと上なんでこう上に当たるような位置要は上に当たるっていうのはこうやって当たった方が芯のこう上に当たりやすいですよね。こうやって打つと芯の下に当たるじゃないですかなんで上に当てたいんでボールをなんとなく真ん中寄りに置いて。 ちょっとこう,いう状態こういう状態に当てたいようなボールの位置だからここが一番当たるじゃないですかでもここだとボール弾んじゃうんでまあ極力真ん中ぐらいに取って打ってあげるうん距離感がいいんだよねま <laughs> っすぐなんだねこれまっすぐかここに。 構えて打ったる、うん、<わ>まあ1球目で答えが分かってるんでま、うん、まあ2球目は入りますよねうん答え合わせしてるだけだから、うん、でマレット型パターっていうのは芯が下なんですよ。うん、下なんで若干こうさっきのピン型よりも左目に置いて。 でちょっとこう上がり際に当たるようなイメージで少し上がり際に打ってあげる、うん、でやると転がりが良くなりますパターンは以上ですでスライスラインフックラインってよくどうやって打つんですかって同じです <laughs> 打ち方自分が曲げてるんじゃないんだもんだって傾斜が曲げてんだからそ,そうだ,そうだからさも自分がねフックラインに フックを打ってアジャストしてるような言い方するけども傾斜が曲げてるだけだから自分がまっすぐ打てなかったらフックしないのよスライスしないのよそうでも例えばこういうスライスラインをあのわざとカップの左にボールを今置いたんだけどあそこに向かってまっすぐ打ったら傾斜で勝手にカップに行きますよっていうのが分かってないの。シンプルに 単純にそれを考えられるんだったらパターは簡単なのだけどこれをねよくありがちなのはこうやってあの左側に山かけるじゃない山かけて左狙うじゃんあのボールにまっすぐ構えてそっからこうやってカップに打つのだからカップに出てそっからスライスするじゃんそれ一生入んないじゃんそうだそれがちゃんと山に打てないの <laughs> そうだから理解不能でしょ えそんななことないでしょいやそうなないはずなのでもあるの。あそこにいいそうなのよあの山をかけたスライス分の左にあそこにまっすぐこうやって打てばこうやってボールって右に曲がってくじゃん。うんうん、そういうシンプルな考えになれないの。 いだから俺も俺もそれは分かんないんだけどほとんどの人がそうなの打ち方見てると<れ>大げさにやるよ、うん、こうやって山かけて左向くじゃない左向いてカップにこうやって打つのあじゃあ左向いてクラブの軌道はピそうカップ向いてるの軌道だからこうやって構えてこうやって打ってるのだから左向く意味がないの <laughs> え真っ直ぐそう,そうなのそうなのだから 1 5センチ左に構えて1 5センチ左にまっすぐなストロークをこうやってできないのこうやって、うん、そう <laughs> だからそれをやろうとすればそのフックラインスライスラインっていうのはもうちょっと簡単になってくる、うん、でそれができてきたらじゃあスライスラインは余計球を逃がさないように若干 アドレスからフィニッシュまで左脇締めて左に引っ張るこういう動作を入れていくとああやって切れなくなってくるわけよそう,いう,技が次そうまあ技というかスパイスがあるわけよだからそういうのがでよくねあの下りは芯外すとか言うんだけどそんなことやんないから俺もそれまあ1ミリも理解できないんだけどで下りなんかもそうなんだけど下りって怖いじゃないそう転がっちゃうからだから転がんないようにそーっと打つのよ 辛そうだね。転がるの。<あ>下りはそう打たない。下りになればなるほど、パチンってやつ。<ー>ちょっとラインが全然わかんない。スライスライン。 転がんないでしょなんで。早くパチンって打ってんのに転がんないでしょ、うん、もう一回相当強。なんで。転がっちゃうでしょう。なんでこれね、ストロークが大きくなるから、ゆっくりにすると。そう、だ、ちっちゃく早く、出玉だけ確保して。こうやって打った方が、遅いの球。 そっとそっと打つでしょでもさうんとねなんでかって言ったらそんなにそーっと動いてそーっと打ったら本当はもう全然いかないから自然と打ってるだけなのそうそうほんとに, <laughs> そ,にうそう本当にそれで打ったらこうやってなるそうそう,うでそれを一周超えてもう半周して打ってるだけなの。 そうそう,そうでストローク大きいからねゆっくりだから<ー>そうだからちっちゃく出玉だけ確保するアタックをこうやってしてあげるそしたらいかないからパンって、うん、だから怖いんだけどでもそういうもんだと思ってやったら大丈夫だから、うん、下りほどパンって打つので上りの長いストロークほどこうやってボーンって打ってあげるゆっくり。 そうしたら逆目とか上りとか例えば高麗グリーンとかはスーッて転がってくれるそうで上りで打たなきゃって言ってパンってやるから行かないのよショートするあ逆,に、ね、逆になってんのだ。だからそれがはっきり教えられるか感覚的にそういうのをこう伝えてくれる人が近くにいたらいいよね。うんうん プロのトトーナメント見たらみんなそうだから <laughs> そうでもそういうとこ見ないんだよね多分クラブ見てんでねみんなどういうパターン使ってんのかなとかそうだからプロってあ,のあんなにパンパン打ってんのにカップのところでよく止まるとかって俺結構聞くの話、うん、あんなに打ってんのに転がんないとかってか打ってるから転がんないのよパチンって打ってるかららこんなストロークしてたら転がっちゃうからだからプロの速いグリーンなんかはみんなこうパチンって打って。 打ってそうに見えるけどいやそうなのだからパチンと打った方が止まなかったでしょっていうのを早いグリーンでやってるからみんなだから打ってるように見えるのプロのグリーンは早いからみんなパチンと打つしかないんだそう打つしかない特に下りなんかは余計下りであんな打ってなんでカップの横でピタって止まんのでその打ち方してるから <laughs> もうそこしかないのだからこう上りのパッドとかさっきと逆でざっと構えるじゃない構えてゆっくり大きくフォローまで遠速で行った方がいいの こういうふうにそうするとすごいこうやって登っていくじゃないこういうふうに、うんうん、そうだこれをねこうやってやるとショートする、うん、そう,だそうあんだけバックスイングしっかりとってパチンって打ってんのにショートするだこういうのをフォローまでちゃんと打ち抜いてあげるこういうふうにそうするとカップまで届くでしょ そう,そういう差があるだからもう単純に上りだから距離が遠いから打て打てって言うとパンって打つからそしたらショートするそう打ってんのにってなるのだからこういうところはゆっくり大きくこうやって打ってあげた方がよっぽど転がるから球はああいうふうに、ん、ああいうふうに全然こうストロークを変えてった方がいいんだよね そうあんだけ早くパチパチって打ったって全然球はいかないいいやボールに力が伝わってなんだからそれがねすごい影響するロングパットになるとでもちろんそのグリーンが速くなってくると関係なくなってくるんだけどあそう,なんだそうでもだから一般営業のスピードになってくるとそれがすごい影響を受けるからちゃんとそういうのは使い分けした方がいい。 で今回はででですすねねパターーについてて動画を撮ってきましたコースでです、ね、ちょっとこう参考にやっていただければと思いますので最後ままでごご視聴ありがとうございますこの度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めましたセクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので是非興味ある方は入会していただいてですね「知ってるあれ」っていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので是非ご入会よろしくお願いいたします。